イエレ。今回も通訳の英語勉強法について紹介したいと思います。突然ですが、僕は英語通訳になって2年目に突入していますが、今までいろんな英語勉強しましたよ。時には3ヶ月でペラペラになるコツとか、一瞬でネイティブになる方法みたいなネット記事に驚され、これ全然ペラペラなんじゃないと怒り狂ったりもしましたが、1年間のオーストラリア留学や通訳として働く中で、あ、これは効果となって勉強法もちゃんとありました。やったー。ということで今回は僕が通訳になるまでにやった英語勉強法を一挙一挙に紹介したいと思います。それではいきましょう。通訳者の英語勉強法1つ目は単語帳爆速回しですね。単語帳爆速回しとは、とにかく単語帳を爆速で回すという勉強法で、特に通訳者は毎日大量の英単語を覚えなきゃならんので、本当にいつもお世話になっております。具体的な方法は、まず英単語とその意味を眺めて、次に例文を読読で、すぐに次の単語に進むっていうのを爆速で繰り返すって感じですね。僕の高校時代、記憶力があんまりいい方ではないくせに、これは単語を一発で覚えられるとか言って、ひたすら単語をノートに書き殴っていたんですが、結局システム英単語の第一章から抜け出せずに、しっかり浪人しました。イエイ。でもその後、この勉強法に出会って留学中にシスターを200種したら、なんとか海外に生きていける単語力が身についたので、まあ、あながち間違ってはないんじゃないかなと思います。2つ目はシャドーイングです。シャドーイングとは、皆さんご存知の通り、音声の後に続けて遅れて音読するという学習法で、視認力、速読力、発音向上に絶大な効果を発揮する勉強法ですね。僕がやってる方法は、まず英語字幕付きの動画を選んで何度も聞いて内容理解、次に字幕を見ながら音読して、字幕を見ずにシャドーイングで、3と4をひたすらに繰り返すって感じです。僕自身リスニングが大の苦手でして、留学当初は友達と話してても8割は聞こえなくて愛想笑いでやり過ごし、ソビエに行ったけど店員さんが何言ってるか分からなくて全部イエスイエスって言ってたら、収録するようなソースがかかった意味わからん味のバケットが出てきたりして、マジで自分耳悪いんちゃうかなってマジで泣いてたんですけど、このシャドーイングに出会って留学中、このおっさんの動画で毎日続けたら、前よりもスッと英語が入ってくるようになったので、あ、耳の問題じゃなかったんだと安心しました。3つ目は洋楽で発音練習ですね。もう発音練習するなら洋楽一択で、僕がやってるのは、好きな曲を毎日聴いて、歌詞を見ながら歌って覚えて、歌詞を見ずにひたすら練習をするっていう至ってシンプルな方法ですね。ポイントは、英語のリズムと音のつながりを意識することで、この2つを鍛えるとすごく伝わりやすい英語になるんです。言うて発音って多少間違ってたりアクセントがあっても伝わるんですけど、僕の場合、仲良かった王子の友達に、前から思ってたけど、お前の英語はアクセント云々の前で何言ってるかわからん。と言われて、もう帰ろうかなとショックで荷造りを始めたんですけど、それでもやるしかねえなと毎日泣きながらエド・シーランのシェイプ・オブ・ユーを歌い続けたら、一応今のところ通訳してて、と言われることはなくなったので、まあ効果はあったのかなと思います。4つ目は海外ドラマ学習法ですね。僕は海外ドラマに救われたと言っても過言ではなく、視認力、ボキャブラリー、日常会話力を鍛えられる最強の勉強法なんです。やった。やり方は、まず好きなドラマを選んで日本語字幕で楽しむで、気が向いたら英語字幕で見てみて、気になったフレーズを調べながらどんどん先に進んでストーリーを楽しむって感じですね。ポイントはとにかく楽しむってことで、僕は海外ドラマ学習を始めた時、第2ドラマのフレンズで日本字幕、英語字幕、字幕なし、英語字幕と1エピソードにつき4回見てたんですけど、普通に挫折して、だって同じ場を4回見ると普通に飽きるし、あとみんなフレンズおもろいって言ってたのに、実際見たらなんかあんま思わなくなってなって、その後勉強から楽しむことにフォーカスして、プリズンブレイクとかストレンジャーシングスとかを大量に見漁るうちに、気づいたら、あれ英語聞こえるのってきたと徐々に成長を感じたので、これはぜひとも皆さんにお勧めしたいね。最後1つ目は、なんといっても独り言で会話です。留学中、英語が喋れず部屋に聞こうって途方に暮れていた自分に、人間と話さなくても英語を喋れるようになると希望を与えてくれた方法です。僕がやった方法は、まずテーマを決めて、それについて英語で独り言を喋ってみて、言えなかったフレーズや単語を調べながら、それらを使ってもう一度話すって感じですね。僕の場合、自分の独り言を動画で撮って、それを見返して修正するという、もはや修行僧みたいなことをしてましたが、これを留学中365日続けたら、ある程度英語が形になったので、人にしてもコミュ障でも英語が話せるようになる奇跡の方法として全国に提唱していきたいと思ってます。ただ独り言で会話一つ問題があって、一人ではペラペラ喋れるんですが、いざ人と会話するとクソ緊張して全然喋れないっていうね。なんで一人言は効果的ですが、結局人間と話すのが一番効果的でした。はい。で、まあ今回いろんな英語学習法を紹介しましたが、これはあくまで僕がやってよかったと思って学習法で、あなたにはあなたなりのあなたに合った方法があると思うので、この動画を参考程度で見ていただければ嬉しいです。で、こんだけ英語勉強しても通訳になって初っ端の仕事で、皆さんにはこれだけは知っておいてもらいたい。英語はむずい。